はい、どうも、コマッチョイザー翼です。ですね、東京産業の30代後半の女性の給料について語ります。今ね、リアルな救命最初を集めたものを再生リストに並べてますので、動画説明欄に URL 貼ってますので、よければそちらからお辿りくださいませ。では、言います。基本給が25万4000円。時間外手当が8万円。家族手当が7000円。通勤手当が1万円で、月収が35万1000円ですね。賞与は年間2回で、140万6千円。年収が、573万4千円となっています。また年収サイトと有価証券報告書よりですね。はい、終わります。